ショイ磯の隆起海岸2018年4月15日撮影ショイ磯の隆起海岸は神奈川県三浦市にある隆起海岸ショイ磯の隆起海岸過去に起きた地震の証拠が集中して存在していて貴重なため1928年3月24日に国の天然記念物に指定されたショイ磯の隆起海岸は神奈川県の三浦半島に位置している 入口案内版、2018年4月15日撮影。解説版、2018年4月15日撮影。三浦半島の地層は上位から相模層群、三浦層群,群、葉山層群で構成されている。三浦層群は、岩層の違いから地域ごとに、三崎層、初越層、逗子層、池子層と呼ばれており、初磯の隆気海岸周辺は、 三崎層が多く分布している。三崎層は約1200万年前から450万年前までの間に水深2000メートルから3000メートルの深海に堆積した地層のことである。この層は主に霊岩層と業界質砂岩層、業界岩層からなる。初位層の隆起海岸に存在する地震の証拠として、先行外による無数の小穴が挙げられる。 先行外は波打ち材の地面や岩石に穴を開けて生息する2枚以外で、初依存の隆起海岸にはこの焼結により4段の層が形成され、過去に4回の地震が起きたことが推測できる。地震学者の今村昭常によると、過去3回までの地震は、それぞれ、大正12年の関東大震災、元禄16年の大地震、公認9年の大地震であることが判明した。 流気の原因となった最古の地震を今村は西暦33年に起きたと解釈しているが日本地震学会が確認している日本最古の地震は陰陽天皇5年7月14日にエンアスカグ付近で起きたものである先行外は波打ち材の岩石等に穴を開けて生息し他の貝の殻に穴を開けて餌としている二枚貝である先行外の種類としては鈴貝 ニオガイ、カモメガイ、イシマテガイなどがある。現在確認されている、ショイソンの隆起海岸を形成したとされる地震は以下の通りである。ありがとうございます。